皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではときメモ GS 実況、今回から新しいキャラクターを攻略していこうと思います。今回のお部屋はこちらです。和室です。壁にはおしゃれなカーペットみたいなのを飾ってます。このお部屋のドアどんな感じなんだろう。襖とかかな。そしてこのお部屋の広さどんくらいだろう。4畳半かな。キルアじゃん。それでは何か進展があるまでカット。あれ、あの子何してるんだろう。どの子？お、たまみちゃん。ねえ、どうしたの？え、その、私もしかして迷っちゃったとか。私、深呼吸してて、教室行くのに緊張しちゃって。うわ、かわいい。めっちゃピュアじゃん。まあそうだよね、入学して初めて入る教室ってすごい緊張するよね。ごめんなさい、こんなとこ立ってたら邪魔ですね。いや、そんなことないよ。ねえ、もしかして1年生？はい、紺野たまみ1年です。私、黒宮ユリア、同じ1年。この間、羽ばたき市に引っ越してきたばかりなんだ。よろしくね。こちらこそ、よろしくお願いします。そんなに緊張しなくていいよ。同じ1年生なんだし、ね。うん。ありがとう。かわいい。どういたしまして。どうしたの？まだ何かある？ねえ、同じ1年生の葉月くんって知ってる？みんな聞くんだね。みんなに葉月くんのこと聞いてんじゃん。葉月くんって、モデルの葉月ケイくん？モデル？うん、最近よく雑誌に出てるみたい。たまみちゃんも雑誌読んだりするんだ。そうなんだ。とっても頭が良くて、スポーツもできて、中等部の頃から有名だったけど。じゃあきっと人気者なんだろうね。そうかな。あんまり友達と一緒にいるとこ見たことないけど。そうなんだ。中学の時同じクラスになったことあるのかな。あ、じゃあもう私。うん、じゃあまたね。今野さんか、ちょっと内気そうな子だな。早く名前で呼びたい。今回もクラブに入ります。入るクラブはバスケ部です。よし、女子バスケットボール部に入部しよう。おー、やってる。毎月第3日曜日は全体練習なので、クラブに必ず参加してください。私、バスケ苦手だったな。はい、わかりました。卒業までに黒子のバスケに出てくる技が一つでもできるように頑張ります。これから頑張るぞ。あれ、バスケ部来てくれたの？あれ、たまみちゃんってさ、ダンバスのマネージャーじゃなかったっけ？ジョバスもやってんのかな。あ、よろしくね、たまみちゃん。うん、私ダンバスのマネージャーだけど、お世話に行っちゃうね。あ、兼任ではないんだ。そんなことしなくていいって。いや、そこは素直に受け取ろうよ。だってすっごく嬉しくて。もう可愛いな。そんなこと言われたら私まで嬉しくなるじゃん。これからいっぱいバスケについてお話できるし。そうだよね、終わる時間が一緒だったら一緒に下校もできるし。そうだね、頑張ってね。たまみちゃんも頑張ってね。あー、タオル忘れた。もう帰るのが遅くなっちゃうよ。お、誰か練習してる。あれ、まだ誰か残ってる。誰だろう。お、
何か用かよ。はい、今回攻略するキャラクターは鈴鹿くんです。ユニフォーム姿初めて見たな。ああ、私部活の時ここにタオル忘れちゃって。お、1万円。なあ、これか。俺今日タオル忘れてさ、さっき借りたぜ。え、使ったの？これさ、使用済みのタオルじゃないの？いや、もし仮にでも未使用でもさ、人のタオル使うってどうかな。え？なんだよ、忘れる方が悪いんだろ。洗濯して返すよ。あれ、鈴鹿くんってこんなさ、寸賢してるような子だっけ？最初だからかな。あ、うん、俺、鈴鹿一馬、バスケ部。見りゃわかるか。うん。私、黒宮ゆりや。私もバスケ部なんだ。鈴鹿くん偉いね。一人でモップがけ？え？あれ、ボールをダムダムやってる音じゃなかったの？え、それともそれやりながらモップがけしてんのかな？えらかねえよ。ただの罰ゲーム。罰ゲーム？もうそんなの始まってんの？罰ゲーム？3試合連続5ファール。くだらねえ。たかが練習試合で。モップがけ、私も手伝おうか？あ？なんで？だって、こんな広い体育館を一人でモップがけでしょ？大変そうだから。いいよ、もう終わる。それより早く帰れよ。もう遅いから。うん。タオル、悪かったな。ううん、そんなことないよ。いいよ、そのタオルをあげる。鈴鹿くんか。そういえばコーチがよく鈴鹿って怒鳴ってる。え、鈴鹿くんってバスケそんな上手くないのかな。それともなんだろう、練習に没頭しすぎて人の話を聞いてないとかそういうやつかな。いらっしゃいませ。今日はお買い物に来ました。鈴鹿くんの好きな洋服がスポーティーな洋服なんですよ。なのでブティックシーラというお店で買い物をしたいと思います。はい、買いたいものが決まりました。まずはセーラーブラウスを買います。そしてボトムのミニスカートを買います。そしてストレートパンツも買います。そして最後に水着です。ビキニの水着を買います。これで OK です。ありがとうございました。うん、いい買い物したかも。あれ、あそこでブランコ乗ってるのって。お、お前いつからそこにいたんだ。さっきです。たった今だけど。おい、今見たこと誰にも言うなよ。今見たことってブランコに乗ってたってこと？いいじゃん、そんなの。何が？だから、俺がそのブランコなんかで遊んでたっていうか。え、いいじゃん、ブランコ楽しいじゃん。別にいいんじゃない？バカ野郎、俺はよくねえんだよ。そんな大声出さなくても。うん、わかった。変なプライド持ったこともわかった。じゃあ内緒にしてあげる。本当か？絶対だからな。うん、二人の秘密はね、もう言うの早すぎでしょ。おもう若干引いてんじゃん。いらっしゃいませ。今日はアクセサリーを買いに来ました。鈴鹿くんはヘアピンが好きなのでヘアピンを買いたいと思います。これかな、パッチン止め。この下なんだろう、クロスピン。あ、これもヘアピンじゃん。そしたらヘアピンの量多くない？2個ずつでいいよ。そうだな、どうせ買うなら明るい色の方がいいな。これとこれと。クロスピンの色の見分けわかんないんだけど。薄いな。あ、でもこれは明るい。これと、じゃあこれでいいや。
とうございました。うん、いい買い物したかも。あ、あそこの二人よう、お前も買い物か。もうデートですか。うん、二人はデートですか。あのね、私たちあのデートなんですか。ああ、こいつ買い出し出たきり戻ってこねえから様子見に来たな。買い出し、え、今日ってなんか練習日だっけ。いや違うよね、第3日曜日だし今日第4日曜だよね。荷物が多くて一人じゃ持てないからどうしようって。そしたら鈴鹿くんが。ああ、じゃあ二人はデートじゃないんですね。よかった。鈴鹿くんが助けに来てくれなかったら私。大げさなやつだな。ほら行くぞ、日が暮れちまう。はい、それじゃあ私たちこれで。じゃあな、バイバイ。なんか複雑な気持ちだな今。鈴鹿くんと今野さん仲がいいな、羨ましい。私も仲良くなりたい。たまみちゃんとはもう仲良しだけど。はい。あ、鈴鹿くん、黒宮ユリアだけど。何、俺今忙しいからよ、早くしてくれよな。あ、あのね、お、練習日がバスケになってる。明日繁華街にあるボーリング場に行こう。明日ボーリング場に行かない？ん？まあ特に予定もねえし別に構わないぜ。やった。じゃ明日駅前広場で待ってるね。あ、わかった。やった、早く明日にならないかな。今日はボーリングデートの日です。この前買った洋服を着ていきましょう。うっ、びっくりした。ファンファーレみたいな音鳴ったよ。スポーティー、そして天使も変わったわ。アクセサリーは今回つけなくていいか。よし、これでオッケー。まだかな鈴鹿くん。お、来た。おー、悪い、寝過ごしちまった。かっこいいじゃん。それに比べて私の洋服よ。ああ、いいよ別に、どうせ今来たところだから。そっか、いいと思うぜ。お、え、何が。あ、いや、その服が、いや。本当に言ってる？目チカチカしない？大丈夫？よかった、鈴鹿くんこの服気に入ってくれたみたい。腕が鳴るぜ、なんか燃えてきちまう。今回のデート先はスポーツ系がメインになりそう。うん、そうだね。よし、さ、中に入ろうぜ。腕が鳴るな、さ、早く始めようぜ。教えてくれると嬉しいな。遊びなんだからさ、気楽に来いよ。どっちが勝つか勝負しようよ。勝負しますか。おお、そう来なくちゃな、手加減しねえぞ。私も負けないんだからね。やったね、バッチリ好印象。誘ってくれてありがとな、あっという間だったぜ。面白いよなこういうのって。じゃあまた誘うね。じゃあな。じゃあね。部活してます。お、たまみちゃんもいる、かわいい。パーフェクト。あれ、今野さんだ。たまちゃん、一緒に帰ろう。たまちゃん、今帰りなの？あ、うん、あなたも？ね、一緒に帰ろうよ。あ、うん、私も一緒に帰りたかったの。じゃあ行こう。たまちゃんと楽しく下校した。アルバイトも始めたいと思います。今回のバイト先はこちら、ファーストフード店ウィニングバーガーです。
はい、ウィニングバーガーです。アルバイト募集の広告を見て電話したんですけど。じゃあ毎週水曜日と金曜日に働きに来てもらえるかな。わかりました。はい、よろしくお願いします。では次回から来てください。じゃあよろしく頼むよ。毎週水曜日と金曜日にファーストフードでアルバイトか。よし、頑張るぞ。今日から新しく入りました黒宮ユリアです。よろしくお願いします。毎週水曜日と金曜日が担当だからね。よろしく頼むよ。はい、わかりました。てかハンバーガー290円か。あれ結構特大サイズだよね。安いな。よし、頑張るぞ。お、やってる。休憩入ります。なんかイベントかな。うん、バイトにも慣れてきたし、充実充実。いや、あなたまだ数時間しか働いてないでしょ。何、すいません、遅れたなり。え、夏美ちゃん、夏美ちゃんここで働いてんの？っていうかさっきのバンって音は夏美ちゃんが入ってきた音？ってか遅れてなりっていうのはどうかな。怒られんじゃない？あっ、いった。お、あれ、ああ痛そう。いや、痛そうって一言みたいに。めっちゃかわいい。ごめん、急いでたから、ほんとごめんね。大丈夫だよ。なんとか大丈夫だから。そう、じゃあよかった。あれ、新人さん？あ、どうも、はじめまして。うん、あ、私、黒宮ユリアです。羽ばたき学園の。あ、学校一緒じゃん。私、藤井夏美。知ってます。学校で会ってるかもしれないね。世の中狭いね。うん、結構会ってます。本当だね。あ、そろそろ仕事始めなきゃ、店長怒るから。いや、遅れたなりで怒られると思うよ。じゃね、また後でね。うん。藤井さんか、忙しい人だな。そして愉快な人だな。はい。あ、もしもし、鈴鹿くん。何、俺今忙しいからよ、早くしてくれよな。あー、あのね、あ、ハンバーガーだ。そうか、体育祭が今週にあんのか。じゃあ来週、羽ばたき山にある遊園地、6月6日に遊園地に行かない？ん？まあ特に予定もねえし、別に構わないぜ。やった。じゃあ6月6日に、6月6日じゃないわ、6月9日にバス停で待ってるね。あ、わかった。やった。早く6月9日にならないかな。今日は体育祭。よし、頑張ろう。さてと、競技に出場しようかな。します。じゃあどの競技に参加しよう。借り物競争。よし、借り物競争にしよう。うわ、後ろでなんか喧嘩してるんじゃん。位置について、よーい。いけいけ。あー、ちょっと汚れなんか。いや、まだ大丈夫。あ、バスケットボール、鈴鹿くん。お、これな。じゃ、頑張れよ。うん、ありがとう。あー、指がずる。やったー。すっごいスローゴールだったけど。1位。お、1位じゃねえか。頑張ったもんね。体育祭のラストはやっぱりフォークダンス。そろそろ始まるみたい。次は鈴鹿くんね。お、じゃ、よろしくな。よろしく。これで終わりかな。こうして体育祭が終わった。今日は遊園地デートの日です。予防服はこのままにして、アクセサリーをつけていくか。オッケー。
まだかな鈴鹿くん。あ、来た。おお。悪い、寝過ごしちまった。めっちゃ涼しげ。あ、私大丈夫かな、長袖だけど。お前暑くねえのとか言われそう。大丈夫かな。あ、いいよ別に、どうせ今来たところだから。そっか、いいと思うぜ。あ、よかった。次は半袖と浴衣を買いに行こう。え、何が？あ、いや、その服が、いや。ありがとう。よかった、鈴鹿くんこの服気に入ってくれたみたい。暑そうって思われなくてよかった。じゃ、早速入ろうぜ。時間がもったいねえ。うん。お前、乗り物何が好き？そうだな、ジェットコースター、観覧車、メリーゴーランド。いや、鈴鹿くんこの2つ好きじゃないと思うんだよね。消去法でジェットコースター。まあ私もジェットコースターかな。お、やっぱり俺たち気が合うよな。うん、ほんとだね。めっちゃ並んでる。あのスピード感たまんねえよな。よし、早く乗ろうぜ。うん。ほう、なんかこの二人色はいいな。ああ、主人公の顔が、キャー。まあ鈴鹿くんが楽しそうで何よりだよ。ジェットコースターは楽しかったよな。うん、スピード感がもう最高だよな。戦闘機でアクロバットやってる感覚になるよな。これちょっと怖くない？戦闘機でアクロバット。やったね、バッチリ好印象。誘ってくれてありがとな。あっという間だったぜ。面白いよな、こういうのって。うん、めちゃくちゃ面白い。じゃあな。じゃあね。今日は練習試合の日。へえ、そんなのあるんだ。相手は大東京高校。なんつう名前の高校よ。あれ、調子どう？今日はウェアじゃないんだ。あ、たまちゃん、こっちの応援来てくれたの？うん、だってお友達の試合だもん。うわー、絶対勝つ。ありがとう。あ、アイスレモネードなんだけど、昨日ね、作っておいたの。え？後で飲んでね。もうなんなのこの子。惚れる、惚れるというか惚れた。あー、ありがとう。目いっぱい頑張んなくっちゃね。じゃあ、私、あっちで応援してるね。うん、応援よろしく。よし、頑張るぞ。あ、これ勝ったんじゃない？見たか、我が部の底力。勝っちゃったね。本当に本当に、いい試合だったね。うん、チームワークのおかげだよ。ありがとう。お疲れ様。頑張っちゃったからな。いらっしゃいませ。今日は夏服と浴衣を買いに来ました。はい、買いたいものが決まりました。まずは浴衣です。こっちにします。そしてアンダーのポロシャツとノースリーブのパーカーを買います。以上です。ありがとうございました。うん、いい買い物したかも。というところで今回はここまでにしたいと思います。次回は期末テストから始まります。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。